こんにちは、デリッシュキッチンです。ナスと大葉の豚味噌炒めを作ります。ナス2本はヘタを取り一口大に切ります。大葉4枚は軸を取っておきましょう。器に酒大さじ1、砂糖小さじ1、味噌大さじ1を入れ、よく混ぜ合わせます。フライパンにサラダ油大さじ1/2を入れて熱し、豚こま肉 100g を入れ、肉の色が変わるまで中火で焼きます。ナスを加え 2-3 分炒めましょう。味噌だれを加え炒めます。大葉をちぎりながら加え、胡椒少々を加え、さっと炒めて味を整えましょう。盛り付けて完成です。ご飯の進む一品です。